こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は、法人設立で大失敗、知っておくべき3つのことをテーマに動画でお送りしたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、インスタ、Twitter もやってます。そしてなんと Voicy をスタートすることになりました。ぜひこちらの方合わせて URL の概要欄から飛べるようになってますので、よろしくお願いします。また本を出版してまして、こちら年内になんとかね重版することになりました。フリーランス自営業のために必要な情報が1冊にギュッとまとまった本になってますので、ぜひこちらの方も合わせてよろしくお願いします。では早速本日の動画に行ってみましょう。はい、それでは本日の内容、法人設立で大失敗、後悔をしないために知っておくべき3つのことについてお送りします。本日の内容です。皆さんね、よくね、相談や、これ実際顧問のお客さんにでも多いんですけど、法人にしたいんですとか、法人なりを考えてるんですけどっていう相談多いんですけど、実際見てみますとですね、まだまだ自営業でいいんじゃないですかっていう方が多いというのが現実です。皆さんね、やはり法人化したいと思うには理由があるはずなんですけど、そのね、目的についてしっかりと知っておかないと失敗してしまう、後悔してしまうということになりますので、本日の動画でしっかり押さえておきましょう。そして法人化、個人事業主が法人化するタイミングというのは過去の動画にもありますし、また個人が法人化するメリットとデメリットについてしっかりと説明した動画、この2本の動画ありますので、こちらの方の動画もぜひ参考にしてみてください。そして本日の内容は、1つ目の後悔、銀行口座が作れなくて大失敗。そして2つ目の後悔、資本金の金額で失敗。そして3つ目、法人にしたら税金が安いと思っていたんだけど税金が予想より高いということで後悔する。この3つの後悔が多いので、もしくはこの3つで失敗することが多いので、法人化する前にしっかりと知っておきましょう。そして最後まとめ、本日の内容はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。ではまず1つ目の大失敗、銀行口座が作れないというのはどういうことかについて解説します。銀行が作れないという現実です。これ本当に皆さんね、最初法人化してね、一番くじける壁というか現実問題として知って、精神的なね痛手を負う方が多いんですけど、基本的に銀行が作れないというふうに思っていただいた方がいいかもしれないというぐらい、新規法人ですね、法人が作れないんではなくて、新規法人の方が作れないケースっていうのが多発しています。だいたい全国にあるような大手銀行は基本的に厳しいと思ってください。これどうしてかと言いますと、基本的にですね、新しく法人を立ち上げたばかりなので、信用がないというのが大きな要因、原因となります。そのため、大手銀行断られたということで、皆さん次にどこに行くのかと言いますと、地方銀行や信用金庫の方に行くことが多いです。この地方銀行や信用金庫さんになると、銀行口座がね、開設できた、できましたという方が少し確率が上がって増えてきます。そしてね、中にはこの地方銀行や信用金庫でも断られてしまったっていう方が実際やっぱいらっしゃいます。そうするとどう対応すればいいかというと、次はネット銀行を当たってみてください。このように、全国の、ね、大手銀行から最初からね、行かないというのも手で、この地方銀行や信用金庫から攻めるというのもありますし、最初からね、もうネット銀行でとりあえず1本作ろうというふうに考えるのもいいのではないかと思います。もちろんね、どうしても大手銀行で作りたいという方はね、条件や選定、審査のポイントですよね、という情報を事前に手に入れて、そのようなものをクリアしてトライしていくという方がベストかと思います。そしてもう一つなんですけど、やはり知り合いの紹介ですね。自分の知ってるビジネスをされている社長から担当者、もしくは銀行を紹介してくれたりとか、また今まで住宅ローンや車のローンを組んでいる銀行さんや信用金庫さんがあった場合、顔見知りの担当者っていう方がいらっしゃる場合には、その顔見知りの担当者の方から法人の口座作りたいんですっていうと、銀行のね、口座開設がスムーズにいく可能性が上がるというふうに思ってみてください。どのあれもないとかね、どれも使えないという場合はネット銀行の方に当たるのがいいんじゃないかと思います。そして一つ注意点なんですけど、ネット銀行の方はですね、国税の引き落としや社会保険の支払いの引き落としができない、対応してないというネット銀行さん多いですので、もしそのような手続きをしたいという方は、やはりね、一つ銀行を作ることになるかと思います。もしくは最初はネット銀行で引き落としができないので、現金で支払っていくみたいなことになるのではないでしょうか。どうしてもなかなかね、銀行が作れないという方の流れとして多いのが、この最初にネット銀行を作って、会社の経営実績やビジネス
ネスのやり取りや取引の実績を積んで、まあ、地上銀行と呼ばれるもの、こういう大手銀行さんであったり地方銀行であったり信用金庫さんを作るというふうな流れに行くことが多いです。では次にね、この法人口座が作れるよって通過した場合にどれくらいかかるのかについてね、少し解説をしたいと思います。はい、法人の銀行口座なんですけど、作成に2週間程度かかるというふうに予想して、まあ、準備をしておいてください。ですので事前にこの法人の銀行口座を作成するために必要書類というものがね、各銀行少し揃える書類違ったりするんですけど、まあ、メインの書類はもちろんほとんど一緒です。この必要書類何がいるのかを事前に調べて、しっかりと事前準備をして揃えておくことをお勧めします。これどうしてかと言いますと、作成に2週間程度かかるということもそうなんですけど、もう一つポイントがあります。この必要書類の中に必ず出してくださいねって言われる書類に、履歴事項全部証明書っていうものがあります。これがいわゆるイコール会社謄本と巷で呼ばれているものです。この会社謄本なんですけど、会社を設立してすぐに発行してもらえるわけじゃないんですね。この書類を発行してもらうには設立から約1週間程度かかります。要は会社設立する手続きを踏みました、その後設立してから1週間程度で会社謄本が出来上がりますよという目安、まあ、この日に出来上がりますという日を教えてくださいます。ですのでその日にならないと会社謄本というのが出ない、履歴事項全部証明書というものが出ないので、この書類が出ないことには口座の申請、口座を作成する方に進めないというわけですね。ですのでどういったことかと言いますと、この履歴事項、要は会社謄本が出るのに1週間、すぐに申し込んだとしても法人の銀行口座の開設に2週間程度かかるので、要は3週間ほど、これ最短ですよ、最短で3週間ほど法人口座がない状況というのが発生してしまいます。ここが大きなポイントです。ですのでもしこの設立から1週間程度でね、このね会社謄本が出ましたって時に、必要書類をもう事前に揃えておいて法人口座の方に申し込みがないと、すでにここで3週間かかってしまうってことです。でもし書類を提出して審査が下りなくて、うちの銀行では開設できませんって言ったら、また別の銀行を探してまた申請をしてっていう風にしてますと、あっという間に3週間どころか4週間、もう1ヶ月以上法人口座がないみたいな状況が発生してしまうことになります。で、例えばですけど、この法人口座がない状態だとビジネスに影響を及ぼしてしまう場合があるんですね。例えば取引先しよう、新しく新規で仕事依頼しようっていう会社さんが、ちょっと申し訳ないんですけど法人口座がないようなところとは取引ができないので、できるまで待ってくださいとか、そういう話にもなりかねません。ではこの3週間ほど法人口座がない状況っていうのは、これは皆さん共通して起こることなので、この間皆さんはねどうしているかというと、実は個人口座を代用して使うってことになるかと思います。これは別に法律違反とかではないんですけど、個人の口座を法人口座ができるまで運用しておいて、その個人口座の分を法人口座ができたタイミングでここにあるお金、資金や動きをこう動かすっていうことになるんですけど、それは別に法律違反とかルール違反ではなく皆さん発生する状況なんですけど、この期間が3週間ほど、まだ、まあ、一般的というか最短なんですけど、これが例えばね、なかなか銀行口座が通らなくて2ヶ月半こんな状況とか、1ヶ月以上こんな状況になってしまうとビジネスに影響する可能性もありますので、だからどこのね銀行口座を作ろうかっていう下準備、そして必要書類を事前に揃えておくということで、なるべく期間を短縮圧縮したいというわけです。はい、それでは2つ目の公開、資本金の額について公開するポイントがあるので次のスライドで見ていきます。はい、資本金の額についてです。資本金っていうのは今ね現実問題、1円100円でも会社設立というのは可能になってます。資本金はいくらでもいいというルールに変更しました。とはいえ、先ほど紹介したように法人の口座ができたとします。そうすると法人口座のスタート金額っていくらになるかというと、最初登記に書いてある資本金の金額を入金するんですね。ですので法人口座のスタート金額イコール資本金となるわけです。その資本金が入ったところですぐに売上の入金がねあるなら大丈夫なんですけど、すぐ売上の入金がなく経費や支払いの方が先にあってしまうと、例えば資本金が100円とか1万円でスタートしてしまうと、すぐに資金ショートを起こしてしまう、要は口座にある、ね、金額で支払いができないということになってしまって、結局立て替えをしたり、またね役員の借り入れをしたりみたいなことで、素人さんだとなかなかその仕分けがわからないような処理をしなければいけないということがすぐに発生してします。ですので意外と皆さんここ資本金いくらでもいいならいくら
らにしようって悩まれるかと思うんですけど、要はすぐに資金ショートしない額は最低限必要ですよということです。じゃあそれがどれくらいかと言いますと、まあ皆さんのビジネスの規模とか業種にももちろんよるんですけど、目安として資本金は最低100万円ぐらいは準備した方がいいんじゃないかなというふうに思います。もちろんね、多ければ多いほど余裕はあるので、多くていけないというわけではないんですけど、最低100万円ぐらいあると、まあ資金ショートしなくて済むんじゃないかなと思います。もちろん取引とかね、仕入れ金額が大きいような業種やビジネスをされる方は100万だとね全然足らないという方もいますので、そのあたりは皆さんご自分のビジネスのサイズ、または業種、まあ、ビジネスのやり取り動きの金額によって変更していただければと思います。そしてこの資本金の金額というのはですね、実は銀行の口座を開設できるかどうかの審査でも見られるポイント、要は対象項目となっています。ですのでね、例えば資本金が1円100円、こんな会社ちょっと信用できないよねってやはり見られてしまうので、そういう意味でもある程度必要となります。また他どんなポイントを審査で見てるかというと、バーチャルオフィスってね最近流行っていて、バーチャルオフィスなどでね会社を設立するっていう方が増えてきてるんですけど、その場合も審査で見られる対象項目となりますので、バーチャルオフィスをしてしまうとやはり口座の開設は難しくなってくるというふうに考えてください。というわけで、資本金というのはきちんとある程度考えて、ある程度まとまった金額を準備する必要があるということです。これも意外と知らなくてね、皆さん資本金の額なんか適当に決めちゃったけどっていうので後悔する2つ目のポイントになります。では最後は3つ目の後悔ポイント、法人にしたらね税金が安いって言われたからしたんだけど、意外と税金がかかるっていうね、この予想より税金が高いんじゃないかっていうふうで後悔するパターンについて解説していきます。はい、予想より税金がかかる、法人なりするという目的として、税金が安くなると聞いたからした、要は個人事業自営業の時よりも法人化した方が税金安くなるよって言われて、それが目的でね法人化した、法人なりしたいっていう方が結構いらっしゃるんですけど、そういう風な法人税の方が税金が安くなるパターンももちろんあります。でも意外と自営業の方が法人化して後悔する3つ目のポイントとして、税金が意外と高かったっていうね、このセリフをよく聞きます。どうしてそうなることかと言いますと、まず一つ目なんですけど、法人税は赤字でも税金がかかります。所得税の場合ですと赤字の場合って税金かからなくゼロですよね、赤字なので。でも法人税の方は赤字だとしても最低限かかる税金があって、まあ約7万円ほど毎年払わなくてはいけないと思ってください。ここがまずね一つ目の意外と税金が高かったと思う原因になります。その他、法人税には種類がね意外と多いという声をよく聞きます。法人税の種類を少し紹介したいと思います。どういうものがあるかと言いますと、こちら法人税と呼ばれるものですね。これ皆さんご存知というかね、想像できる税金じゃないでしょうか。そしてここのパーセンテージしか見ていないと失敗します。この他にも地方法人税、住民税、事業税、地方法人特別税、そしてさらに消費税がある方は消費税の支払いもこれにオンされます。今はね免税事業者という仕組みがあるんですけど、インボイス制度が導入されたら、まあ免税事業者の方が少なくなって課税事業者に移る方が多いんではないかなと予想して、この消費税も入れておきました。インボイス制度については過去ね何本も動画出してますので、詳しく知りたいという方はそちらの動画見てください。このように法人税には種類が意外と皆さん知らなかった税金のね名前上がってきてるかと思うんですけど、地方法人税や住民税ももちろんかかります。事業税もかかります。で、地方法人特別税、そして消費税がある方は消費税もかかってきます。これだけかと言いますと、さらにですね、皆さんきっと会社から生活をしていかないといけないので、役員報酬というのを払うはずなんですね。これが自分の生活費、給料になるわけなんですけど、この役員報酬に対して要は所得税、住民税とはもちろんかかってきますよね。自分の会社なんだけど、自分の会社から給料をもらってる、まあ、役員報酬という形なんですけど、給料をもらってるってことになりますので、その給与に対してもちろん税金というのは発生します。これが法人税と要はこの役員報酬の給与というまで2つ分払うというふうに法人なりするとなるんですね。次ちょっと表を見てほしいんですけど、この法人税しか見ていないと失敗するっていうのはどういうことかと言いますと、こちらの表なんですけど、これ所得税の表ですね。で、こちらが法人税の表になります。法人税の方を先に見たいと思うんですけど、法人税の方はですね、資本金1億円以下の法人で年800万円以下、要は所得が800万円以下の場合には、まあ、一律 15% の法人税がかかると。
と考えてください。で 15% と言いますと、所得税のところでどこを見るかっていうと、皆さんここを見るんですよね。あ、 10%、 20% かということで、じゃあそこの課税される所得がいくらかというと、例えば 20% だと330から690万ぐらいのところの方は 20% となるわけです。もちろん控除額がありますし、累進課税なので、ちょっと計算方法は実際このね、全部の所得 20% かかるわけじゃないんですけど、ちょっと一旦置いておいて、法人税は 15% だと一律、所得税はここの時点でもう 20% に上がって 23、33%、40% 上がっていくじゃないかということは、自分の所得がね、もうね、5、600万に残ってくるようになったら、もう法人税の方が安いんじゃないかっていうふうに、ここだけを見て判断して法人税の方が安いというふうに考えてしまう方がいらっしゃいます。確かにそうなんですけど、ちょっと前のスライド戻りますよ。皆さんね、今ここの数字しか見ていないと失敗するっていうのを表で解説したんですけど、ここしか見てないと、その他もろもろ法人税の種類というのがあるのにもかかわらず、 15% だから安いんじゃないかというふうにね、勘違いをしていて、実際公開して、まあ要は予想より税金がかかったっていうか、こんなに法人って税金の種類他にもこんだけあるんですねっていうふうに驚く方が多いです。そしてさらにこの役員報酬分の所得税、住民税を忘れているって方がいまして、そこをカウントしていなかったという方で、予想よりも税金がトータルで見たら高くなったっていうふうに公開される方が多いのが現実です。ではこの法人税は一律 15% と言いましたけど、じゃあこの他もろもろ含めて、この消費税ちょっと別途置いといて、どれくらいかかるかというと、約 30% 法人税がかかるというふうに見ておくといいかと思います。まあざっくりなんですけど、判断基準として使ってください。先ほどね、冒頭で紹介した法人関係の2本の動画もね、ぜひ参考になると思いますね。見てください。もう少しね、この役員報酬いくらにしたら税金がこれぐらいというような具体的な話もしてますので、そういうちょっとシミュレーションをしたいという方は、そちらの動画の方を参考にぜひ見てみてください。はい、まとめです。皆さんね、本当多くてですね、法人考えてますとか、法人なりする予定なんですけどっていうね、お問い合わせやね、相談ものすごく多いんですけど、きちんと調べてから法人化考えましょう。3つの後悔紹介したようにね、後でしまったな、こんなことだったら法人化しなくて自営業、個人事業主のままでよかったのにっていうふうに思わないようにしてください。ですので、周りのね、法人にしたら税金安くなるよみたいな情報を鵜呑みにしないこと、そして法人にはですね、解散手続きがあります。もし万が一自営業に戻ろう、やはりね、法人化しなくても自分の場合良かったって言ってもね、簡単にね、次の日にパッとできるものではありません。解散手続きや清算手続きがあります。個人事業のようにね、廃業届1枚ペット出して終わりっていうわけにはいきませんので、きちんと調べてから法人化は考えるようにしてください。そして自分にとってのメリットを考えましょう。このね、税金が安くなるからというだけで法人化を決めてしまうと、後悔する方が多いようです。やはり取引上法人化しないといけないとか、まあ、どんどん売上が上がっている、多店舗展開をしたい、ビジネスを大きくしたいという方が本来法人化をするべきものであって、税金が安くなるから法人化するというのは、本来の法人化とは少し目的というか、元々のその考えがずれてしまうんですね。ですので、税金が安くなるから法人化するっていうだけで法人化をしてしまうと、やはり後悔する方が多いんじゃないかなというふうに思います。法人化して後悔する3つのポイントを紹介しました。しっかり知っておいてから法人化していきましょう。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目が、オンライン上で質問相談をすることが OK です。要はオンライン上で税理士を顧問につける、味方につけようというイメージです。2つ目のメリットは、定期的にサロンズームを開催してますので、そのね、サロンズームで私に直接質問や相談することもできますし、サロンメンバーさんとの異業種交流ができるということで、とても好評です。今月11月にも開催をします。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。まあ、YouTubeや TikTok、 またボイシーの裏側、ビジネス普段どういうことを考えてしてるのか、要は働き方や経理や新しい税金情報もオンラインサロンのみだけに投稿しているものばかりになりますので、オンラインサロン気になるなって方は、詳しくは概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、こちらフリーランス自営業向け本を出版しています。 Amazon でも販売してますし、 Kindle 版もありますので、ぜひご検討ください。これからね、確定申告に向けて、まあ、フリーランスでね、自営業の方に必要な内容が一冊にギュッとまとまったものになってますので、ぜひお手に取ってください。とても分かりやすいというふうにね、好評ですので、ぜひ Amazon 評価の方を参考にしてみてください。大きい書店では売っていますし、また楽天ブックスの方でも売ってますので、そちらの方チェックしてみてください。はい、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。いいねやコメント、リクエストいただけると励みになりますので、ぜひぜひお待ちしています。またその他 SNS は、 Instagram が 2.9万人、 Twitter もやってますし、 TikTok は 63,000人フォロワーがいますので、ぜひそちらの方も合わせてよろしくお願いします。
いします。そして最近ボイシーを始めましたので、音声の方で私の話聞きたいなという方はぜひぜひそちらの方もお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、それでは本日の内容は以上になります。最近ねボイシーをスタートしてね、これどうしてボイシーを始めたかと言いますと、私結構トーク苦手とか人前で話すのが苦手とかいう上がり症なんですよね。パッと聞かれたことにパッと答えれない、そういうのがあるので、そういう弱点を克服したいなっていうのと、またねこういう経理税金以外で家庭はどうしてるかとか、家庭と仕事の両立とか、子育てどうしてるのかとか、我が家の夫婦のこのお金事情とか管理方法、投資何してるかとか、そういう話ちょっとね広いトークテーマでボイシーの方は配信していこうと考えてますので、興味ある方はぜひねボイシーの方も覗いてみてフォローしてみてください。よろしくお願いします。それではいつも見てくださってる方ありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。